道に入る前に魔物もいないみたいだし、ちょっとだけこの辺で休憩しよっか。そうですね、まだ先は長いですから。では私はお茶の、うん、お願い。ねえ、何か思い出した？そっか、でもまだまだこれからだよ。私たちはほんの少ししか世界を回っていないんだから、もっといろいろなところに行けば何か思い出せるかもしれない。君のことを知っている人もきっといるよ。だから諦めちゃダメだよ。私も協力するから。そういえばこうやって君とゆっくり話をするのは初めてだね。もしわからないことがあったら遠慮しないで聞いてね。え？私が冒険者になった理由？私が冒険者になったのはね、お兄ちゃんに憧れていたからなの。お兄ちゃんは私が冒険者になることに反対せず、旅に必要な様々な知識を教えてくれたんだ。そして私は子供の頃に夢で見た世界で一番綺麗な景色を見つけるために家を出たの。夢で見た景色なんて自分でもちょっと変だとは思うけど、本当にそれだけの理由で旅に出たんだ。その途中でリッピーに会って救世主様と種を探すのを手伝っていたら、お兄ちゃんが種に操られていることを知って、でもきっと種を浄化すれば元に戻ると信じてるんだ。うん、記憶探しと種の浄化、一緒に頑張ろうね。